ラステラジでございます。本日もよろしくお願いいたします。いきますけどね、 W4G ちょっとリーダーに呼ばれましてね、お前休みだったら出てこいよと。まあ、あのリーダーの言うことだったらね、あの全部聞きますんで、はい、そんな感じで来たんですけどね。あ、いた、いました。ごめん、これリーダー遅くなりました。すいません。何やってんの、遅いよ。何時間待たせんだ、スペシャルゲスト来てるって言ってんのに。スペシャルゲスト遅いよ、おめ言ったろ。二人じゃないの、今日帰っちゃったよ。あれ、ちょっとバカ野郎、また来んじゃねえよ、スペシャルなっつってんだ。二人じゃないの、今日1時間いくらだと思ってんだよ。人来てんの。来てるよ。どこで、場所は、うん、ここ車にいんの。スペシャルゲスト、いや、あのね、あのね、これ本当に台本がないことたまにやるんですよ。だから俺今日多分ダメかも、あんまり喋れない時は。いいんだよ、そういうのいいんだよ。はいはい、とりあえず謝って、遅れてるから。スペシャルゲスト怒ってるから。え、何？え、動画撮っちゃっていいの、このまま。あ、いいよ。え、これでこの V でいいの？大丈夫大丈夫大丈夫。うん。しっかり撮ったよ。普通さ、普通最初にさ、じゃあいるんだったらいるで、打ち合わせとかするんじゃない？はいはい、すいません。じゃあ、スペシャルゲスト。じゃあ、すいません、お願いします。2、はい、お願いします。1、長いわ、長い長い長い、2人とも長い。俺が悪いんだよ、これは。おいや、だから本名で言うな。本名俺乗ってたさ。本名長いよ、2人本名言うなよ。お前やめろ、喧嘩すな、喧嘩すな、お前もやめろ。長い、俺聞いたって。ちょっともう一回聞いてました。もう一回やらねえ、もう一回やらねえでいいよ。もう一回やるから。なんでだよ、先に合わせろよ。本日のスペシャルゲスト、俺これ返事しないよ。いい返事しなかった。スペシャルゲスト、ポンポロクです。お久しぶりです。も言ったろ。本名言うなよ。そこ前もいい、そこ喧嘩すなって。してねえよ。はい、そんな感じでございましてね、本日はスペシャルゲスト、本邦ロックチャンネルをお迎えして、寺田さんと一原のおじさんに、おっさんと3人でいろいろお話ししていきたいと思います。本邦ロックチャンネルゲストで、これゆずくん、これいつから決まってた話なの、これ。これは一昨日。一昨日で。一昨日だね。一昨日かな。真面目？うん、え、何真面目な？いや、真面目な話。ちょっと今真面目でごめん。うん、え、一昨日だ。違うよ。昨日だよ。昨日だ。昨日の今日？昨日の今日。昨日昨日。だけ、うん、俺が、うん、昨日の今日。ちょうどここの千葉。はい。あなたたちのメインのところにちょうど来る予定があったんで。これ仕事でってこと？仕事ですね。それでちょっとじゃあ遊んでよ。そう、俺のとこね、LINE 来たんだよね。ちょっと待って、お前のとこ LINE 来た、はい、これちょっと言わせてもらうけど、お前さ、はい、正月今年さ、ペラさん今年もよろしくお願いしますって言いました、くれたよね。言いましたよ、言いました。俺返したよね、見たわけよ。何でも電話くれないって。電話くれと。ほいで1ヶ月2ヶ月経った後に、もう一回、その割には電話来ないけど、6空いてる時に俺から1回電話したんだよ。それは出なかった、出なかった、出なかった。だから、あれ忙しいんだろうな、じゃあ6電話またちょうだいなって言って、そっからまた2ヶ月、要は4月まで無視って感じだったのよ、はい、既読するんで。はいはい。ほんで、お前つい最近他の人のなんか誰か生配信やってる人のところで見たら、うん、ジャブジャブ食ってんだよ。ジャブジャブな、食べてた食べてた、うん、いや俺の電話は電話残さねえでしゃぶしゃぶ食ってて、そのしゃぶしゃぶ食ってるやつのところで、俺てめえなんで電話してこねえんだよって言ったら、こうやってなんか見ながら、あ、デラさん来てるやん。デラさん、LINE 電話、いやもうそれ消えててわかんないみたいなこと言ってんのよ。めっちゃ必死やん。カマチョだから、デラリさん、カマチョ、必死やん。ナイーブだよね。ね、記憶スルー、電話出んかっただけで切れると思いますか。僕だっていろいろ事情あるの分かったでしょ。してるしてる。だってさ、わけないでしょ。だってさ、え、
えってさ、結局リアルってだって職場が一緒だったわけだから、そうね、こう初めてだから職場が一緒だったでしょ。これ言っていいんだよね。職場が一緒だった。俺ら一緒だったけど嫌われてたんですよ、ね。そう一緒のね、一緒のところでね。もうちょっと届かない分全部お前にやらせてもらうけどさ、職場が一緒で、でそれこそ。って感じだったんですよ。本名言うなよ。本名言うな。本名言うな。いや、だって、これ、アングル。大丈夫だよ。どうしてもさ、遠くなっちゃった。ちょっと待って、大丈夫ですか。大丈夫ですよ、見ていい。全然、これだったら。あ、全然 OK。大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。みんな顔がでかいから。俺らは大丈夫。顔がでかいから。だから、職場にいるときは、その本邦、ロック、スマイリー、寺西っていうキャラクター同士じゃなくて、もう、フルネームで本名やれよ。いいやれよ。俺の名前も本名で言えよ。やれよ。俺の本名言えよ。俺もよ。中身入れ。スマイユージってみんな知ってるもん。知ってるダブルユージだから。めちゃくちゃ言ってるよ。大変だね後から。これ編集大変だよ。もう見れんの。これを5分でまとめようとしてるんだよ。そうそう。大丈夫、この動画はね、1年後だから。そう、まあ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  ね、それはじゃあ分かりました。うん、もうその、なるとまあいろいろあっただろうから、はい、でもせっかくやっぱロックが来てくれて、お前は何も教えてくんないから。ここはやってますもんね。ここまあね、ここはね、俺はいやいややってるよ。おいやいややってるよ。なんかダブル U 字だか、なんだかよくわかんねえのやってるけど。無理じゃねえ。あ、これ無理だね。無理だろ。更新止まってるとかですよね。だって家5キロと変わんないじゃん。5キロ変わんないって言ったって。5キロ変わんないのと1キロアップさせないと違うからね。思ったんですけど、僕が更新止まるのはまあいろいろ。わかる。止まりすぎだね。前の動画からどんくらい止まってると思う？ねえ。めっちゃ止まってる。2ヶ月。何やってんすか。それで今偉そうにブワーッと喋ってるんですよ。すごくないですか。この動画嫌だとか、このオープニングやり直して。このシチュエーションは、俺はセリフが。お前、ちょっと待って。知らんすよ、ほんと。すごいよな。何が。V が回ったとうちにさ、水を得た魚だよね。何が。さっきまで車にいるとき、こんなヘビ歩きだったじゃん。酒も飲んでねえのに、昨日のさ、ライブで疲れたもんだからさ。そうそう、今日ね、生配信ね。酒飲めねえくて飲んでねえのに、俺今日二日酔いでって。前日生配信。そう、もう疲れちゃった。俺だったらライブね。俺やってねえけど。お宅ももう先に俺と会う前にさ、なんか生3杯飲んできたんですよ。知らないっすよ、それは。芝に挟まれる、とっとり。ゆいさん、とりあえず飲みて言うからね、か月で3杯って。もう時間ないんで。時間ないんか。終わりないんか。月があるから。え、これ終わり。だからもうなんかさっきと全然違うでな。これ何か、めっちゃ飾っとったよな。 YouTube これショートになってる。ショート動画になっちゃう。叫んなよ。 TikTok これ TikTok。 ちょ、めっちゃくなった。ちょっと、寺さん、身内で。ちょっと、もうちょっとエンディングじゃないけど。え、もう終わるん？ケツがあるから。はい、ケツがあるからね。わかりました。まだまだ進めたいと思うけど。テラリシの動画ですからね、ここね。やっぱ絶対じゃないですか。この辺でいいんじゃないですか。だから、ここが、まずは、4年ぐらいの付き合いみたいな。言うて。そうなる。だって、配信初めて3年だから。配信前もあるわけだから。ね。だって、昨日3周年記念やってるから。だから、この4年の付き合いじゃん。ほんでこっち側は同じ場所で同じ仕事してたけど、長いっすよね。本当だったら俺今の会社5年目だから、めっちゃ長いっすよ。本当だったら5年なんだけど、 YouTube で本邦ロックがなんて俺の職場にいる、スマイリーってないにして、こいつやってるようになったのが2年前なんだよね。僕ね、 YouTube 始めた頃でちょっとずつ増えてきて、登録者数が増えたんですが、スマイリーってないにして僕のロック嫌ってたらしいですからね。え、なんで。俺さ、お前のこと嫌いだったんだよ。違うよ、この男ね、俺のことも大嫌いだったの。何始まった、またこっから俺出なくなる。ちょっと長丁場になるけど、長いです、ほんと長いです。聞いてくれる。言い出したら止まりませんからね。お前のことも嫌いだった。言ってたじゃん、あああいつくれ。いや、俺のいいところ、これ俺ちょっと黙って、俺なんかさ、一回黙って、一回ちょっと黙って、俺なんかさって言って、実はさ嫌いだったんだよ。じゃあ待って待って、俺のいいところはそれを陰口じゃなくて本人に言うじゃん。いや、俺お前のこと嫌いだったんだよねって、このノリで言うじゃん。え、そんなんでしたっけ。いや、だから笑えるじゃん。
俺はこいつから聞いたような気がする。いや、テラさんがさ、なんかユージさんのこと、あいつなんかさ、時飛ばす。これね、間違ってもこれツイートキャスティングじゃないですか。いつになったら牽引の下り出てくる。牽引ですか。牽引の下り、牽引の下りやめたって言ってたじゃないですか。ギャグだよとか言ってないじゃん。牽引はお金がないの、単純に。牽引やりたいよ。そう、やりたいに決まってるじゃん。だってそれ撮って新たな門出を迎えたいよ。で、それをね、やっぱ動画で届けて、みんなで。でもさ、それさ、うん、あれでしょ、うん、その話が変わってる。だから、そのお金がないのをみんなが応援して、うんうん、お茶バックっていうのバンバン投げてるでしょ。これは、キャスの話になるから。あ、まあそうだね、確かに、はい、でしょ、うん、そうだね、うん、いや、だからやるよ。やる気ねえって言ってたよ。ちょっとおかしいおかしい。やらないようだ。俺真ん中より寺西真ん中かな。いや違う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 。俺ええと思うんだよ。ゲストにやだよ。やだやだやだ。もう大根取るんだって。お願い。やだ。いや、分かってるじゃない。わーわーわー。この二人が来て喋ったら。クロちゃんは。クロちゃんです。だからね。クオリティが高い。クオリティが高い。そんな感じでやってますけども。尺の問題でちょっとね、早めにちょっと行きますけどね。何が本題かは分かんないから、ちょっとご無沙汰しておる。そう、まあ久しぶりですね。ね、やっぱそう。だって初めてだもん。投げよう、オープニングだ。ほんと3人。さ、この3人でやるためにさ、T シャツ最初作ろうとしてたんだよ。マジで。そう。だって言ったじゃん、俺、ユージに。何にしようかってさ、ラーメンのチャーシュー麺にしようかどうしようかって。ハクハクチューみたいな。そう、ハクハクチューみたいな。言ってた、バカみたいなこと言ってた。作ろうと思ってたら、そしたらさ、ね。っていうことになったんですよね、うん、もう寺西潰しに入ったっていうね、そういうことになったんですけど、まあそれもいいんじゃないですか。でもさ、だいぶ俺らと絡んで楽し面白くなった方じゃん。ちょっと待て、おい、ちょっと待て、ちょっと待て、意外とまあ本当言うよな、お前ら言った。この男これこれそみそみ面白くねえかんね。これ見た視聴者さんはあのコメント欄で、いやその通りだ、お前らの言う通りだ、俺らのおかげでこれが面白くなったってね。まあ、うん、この動画が上がる前の動画見てくださいけど、うん、どれだけ空いてるか、うん、まあ、そこで、ね、俺らは、ね、すごい協力してるけど、どれだけ空いてるか。ありがとうございます。だから言ってんじゃん、俺はね、もうと喋っちゃうじゃん、俺はとにもかくにもザーッと、うん、ね。だから YouTube っていうのは近いじゃん、生配信の方がつかね、うん、その必死さがね、何も入ってこない。俺も俺もコーン何も入ってこねえな。生配信したけど、うん、YouTube ライブ配信したらいいじゃん。あ、そうだよ。なんでそれできないんですか。YouTube はタバコ吸えない。違う、 YouTube ってタバコも吸えないし、はい、暴言吐けないし、あっちは。YouTube ってタバコ吸えないの。吸えない。ダメだ。え、お前プカプカやってなかったっけ。あ、それは底辺の証拠。ああ、でも僕やってましたけど、あんま言われます。え、底辺の証拠ってどういうこと。え、おめえ底辺だろ。底辺、そうそう。なんで底辺がおめえ天下人に何言ってんの。だから、計算してない。だから、もっと、でもね、年一番上だからだよ。だから、上でしょ。もっと突っ込んでもらいたかったんだけど、突っ込んでくれないから、もういいや、このままって今進めたんだよ。周り見てみな、こんだけ人いて、みんなシーッと見てるよ、あなたの。本題、うん、スペシャルゲスト来てくれました、はい、本邦6チャンネルでね、本日よろしくお願いいたします。全然全然全然、ね、僕はもう何のねあれなんですけど、オープニング長くなりましたけど、ちょっと長すぎですね、ちょっといろいろやっぱり、まあ、僕らも溜まっとったことがあったけど、ね、やっぱり喋らせてもらった。で、ね、僕もやっぱり、ね、結局電話くれなかったんでね、あの空白の半年ぐらいがあるわけなんですよ。まあ、それはね、まあ、俺がすんなって言っただけだよ。相方、お前か、黒幕は。で、相方何も教えてくれないんでね、まあ、今日いろいろこうやって、ね、俺意外と口固いから、ね、あの喋れる範囲でね、聞かせ願いたいっていうふうに思うんですけど、今は大体ロックちゃんは仕事はやってるんですか。あの空気が読めないでずっと回してるのは、言う、はい、みいや、ゆうゴンボ、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 下、左斜め右、右、あ、強いボタン、ちょっと黙って、分かる、いい、喋らせよ。